こないだ六本木を歩いてたんですね。東京にね詳しくない方はわからないかもしれないんですけど、ギロッポンですね、いわゆる。すごい繁華街というか、東京の中でもすごい栄えていて、若者もいればすごい、ダンディーそうなお金持ちの方もたくさんいるみたいな、不思議な街なんですけどね。外国人の方もたくさんいるしっていう街、仕事で行って、でちょっと早く着いちゃったんで六本木の街をブラブラと歩いていたんですね。そしたら突然本当に70後半ぐらいのヨボヨボのおばあちゃんのおばあですよ。本当に杖ついてないけどちょっともう腰曲がってるぐらいのおばあなんですけど、でもやっぱさすが六本木だなと思ったんですけども、腰ちょっとヨボヨボだけどもう本当赤のドレス着て、身長も全然ないですよ、150とかそんぐらいですけど、もう髪もキラキラしてるというか、白髪だけどなんか艶っぽいというか、おばあちゃんだけどすごい素敵な方だなみたいな方に急に話しかけられて、なんだろうと思ったら、ラーメン屋に行きてって言われて地図見せられたんですよ。でここのラーメン屋に行きてんだ私はって言って、あどれどれと、でも言うて六本木だからこんな時期でもやっぱ人すごいいるんですよ。そんな室内じゃなくて普通の道でも何千人って人がいる中で、でも光栄なことに僕声かけていただいたんでで時間もねあったんで、仕事までのブラブラ散歩してたぐらいですから時間あったんで、じゃあ案内しますかって思って見たら、どうやって食べログでも結構有名なお店みたいで、でも一人でこんなヨボヨボおばあラーメン食べに行くんだってまず驚いたんですけど、元気だなと思いつつ道案内してたんですけど、結構複雑な場所にあって、僕もそんな仕事でしか行かない場所なんで土地勘ないしちょっと迷いつつも、あこっちみたいですよみたいな、結構粘りに粘って歩いたんですよ。もうほんと15分20分ぐらいもうその場で出会ったおばあちゃんと一緒に練り歩いて、でようやく「あここだ!」って言って見つけて行ったら、ちょうど休業日というか、もう僕も悪かったですけどね、その地図だけ見て詳細を見なかったのは。で結構おばあちゃんもなんか悲しそうな顔して「あ残念だわ」みたいな、結構上品な言葉遣いされてる方だったんですけど、で僕も不甲斐ないって思いながら「あ別のラーメン屋探しましょうか、美味しいところ」みたいな、食べログでね調べれば空いてるところあるかと思ったんで「でもいいわ」みたいな。で最後去り際ですよ。もう今日あなたって言われて「えなんだろう」って「もうあなた悪いことしていいわよ」って言って、夜の六本木にさーって去ってんで。このおばあ何者だったんだっていう話です。小林千秋のブルーモノローグ。はい皆さんこんばんは、小林千秋です。この番組は冒険のような日常も自由気ままな休日も、僕小林千秋が感じたモノローグのような心の内をあなたと共有していく番組ですというね、六本木で出会った素敵おばあちゃんとのねお話ししましたけれども、本当にでもなんか出会いというか、こういう一瞬の出来事もなんかこの声優やってて、声優じゃなくてもですけどこういうラジオで話せるからネタになって、なんかそういうのあると嬉しいしありがたいなってこうなんか思えるようになりましたね。でそのさっきの続きなんですけど、おばあちゃんに悪いことしていいわよって言って消えてって、いや悪いことしていて俺どういう思われ方してたんって思って、六本木でね一人で歩いてる若者だからこいつも悪いやつだろみたいな思われ方したかもしんないですけど、でも僕その後仕事行って、その仕事が今八代拓さんと一緒に番組やらせてもらってる、ゲームツーリズムっていう、オトメイトさんが提供している、番組やらせていただいてるんですけど、それの仕事に行こうとしてる最中で、でなんかまあ悪いことしていいわよって言われたから、まあちょっとだけなんかいたずらかなんか、もう僕めったにそういうのしないですけど、なんかしようかな思い出にみたいな思ってたんですけど、その行く途中にまあまさにこのラジオ初回ゲストに来てくださったカジさんがいて、もう全然別の番組の収録でですけど、でいて、わっ千秋くんみたいな、わあカジさんっつって、その本当にラジオでゲスト来ていただいたぶりだったんで、あまさかこんな早い段階でお会いできるとはみたいな、なんか嬉しい出会いがあって、全くその時のいたずら心というか悪いことしていいわよの心がなくなって、すごい清らかな気持ちになりましたね。やっぱそのおばあの言葉をも打ち消すカジさん、さすがですって思いました。どんなオチやねん僕面白かったですけどね、というわけで実況や感想をハッシュタグブルログをつけてツイートしてください。それでは小林千秋のブルーモノローグ、最後までよろしくお願いします。小林千秋のブルーモノローグ、改めましてこんばんは、小林千秋です。というわけで、もうこの時系列、僕が収録している時系列でも12月に入りました。いやー年末ですね早いもんで、皆さんもどうですか？今年何かあったかなとか、こういうことあったなとか、これチャレンジしたなとか思い出ありますかね？やっぱね、こういう事情、まあコロナもね流行って、まあ、少しずつね感染者数は少なくなってきてますけれども、まあ、やっぱりなかなかどこかに行くとか、どこか行って何かやるっていうことはね少なくなってきてると思うんですけど、ちょっとねまた年末終わったらね、なんかいろいろできたらいいですね。だから声優もねイベントとかねちょっと縮小されつつありますけど、でもなんかようやく活気が戻ってきつつもあるので、ぜひ皆さんもね、なんか思い出作れてねえなって思ったらね、そういうイベントとかにね足を運んでいただければなと思います。というわけで、あと先週かな、ユーキャン新語・流行語大賞みたいな、僕気になってるみたいな話しましたけど、それのね結果も出たということで、まあ知ってる方ももうね結構多いと思うんですけど、まあ、リアル二刀流ショータイム大谷翔平選手の、まあの活躍を、表した、まあ、日本のメディアがねそういう言い方してましたけれども、まあ、その言葉が、まあ、大賞というか受賞したというわけで、まあ、おめでとうございますということでしょうか。まあ、大谷選手ね、僕と本当同い年、同じ生まれ年なんで、本当に僕そんなに野球詳しくないですけど、やっぱりねネットニュースとかで、まあ、YouTube とかでも大谷選手の活躍はねやっぱ見ちゃいますよね。うん、まあ、そういう意味では、まあ、そういうさっき言ったようになかなかねコロナでどこかに行けないとか思い出作れないって中でも、そういうすごいポジティブな、朝から嬉しいお知らせをね届けてくれた、やっぱ大谷翔平選手にふさわしいというか嬉しかったですね。こういう大賞でも全然野球と関係ないところでも、なのでねいつか僕もなんかねそこにあやかってというか、なんか言葉生み出せたらいいですね。この番組で生み出せないですかね。なんかね、なんかひかささんがねテヘペロ生み出してもう10年ぐらい前ですけど、なんか JCJK みたいなの流行語大賞みたいなの確か取ってた気がするんですよね。やってくかってなんだろう、なんですかね。僕今日コーヒーローソンで買ったホットコーヒー飲んでるから、なんですかね、コーヒー出ないな新語・流行語大賞はちょっとまだまだ遠いかもしれないですね、これは。はい、というわけで、あとサマーゴーストもね追加上映会とかやらせていただいてね、来てくださった方本当にありがとうございます。というわけで、まあ結構その徐々にやる地域も広がって、静岡とか島根とかどんどんね上映されるところも広がってっていうことで、すごく僕自身も嬉しく思います。ぜひまだ見てないよという方、見た方もね何度でも見返していただければなと思います。というわけでリスナーの皆さんからですね、毎週たくさんのふつおたメールいただいているというわけで、今回はコーナーをやらずにふつおたスペシャルというわけで、ふつおたたくさん読んでいきたいと思います。はい、皆さん本当に毎週というかね、たくさんのメールありがとうございますね。じゃあ読んでいきます。ラジオネーム佐藤真弘さんからいただきました。ありがとうございます。ちょっと省きます。以前のブルログでボールペンのお話をされていましたが、千秋さんは手帳は持ち歩く派ですか？私はアナログな人間なので、手帳にやるべきことを全部書いているのですが、友達にそれを話したら驚かれました。今はスマホとかパソコンがあるのに、とのことでした。かっこ笑い。私は字を書くことが好きなので、手帳はとても重宝していますと。ありがとうございます。そうですね、僕手帳は一応持ってますし、スケジュール出たら書き込むようにはしてるんですけど、持ち歩いてはないですね。もうなんかね、僕持ち物とか極力減らしたいんですよ。でも筆箱の中も、前回言ったようにボールペン、これまさにですけど、ボールペン1本しか入れないし、なるべくだから物を減らしたいから手帳を入れてないんです。手帳の重さが嫌だからっていうことで、手帳書いてはいるけど持ち歩いてはないって感じですね。あとうちの事務所、大沢事務所もずっとスケジュール来たら連絡が電話とかで届いて、でそれをメモして手帳にいついつどこでとか、何時からっていうのを書いてたんですけど、最近ちょっとデジタル化が進みまして、結構ネットでいつでも見れるようになったんですね、スケジュールを。なのでやっぱり、あとは他のね社会人の方も結構そういう感じだと思いますけど、パソコンで管理できるようになったっていう、スマホで管理できるようになったっていうのと同じように、うちの会社でもそれができるようになったので、事務所でも。なので本来は手帳に書かなくてもいいのかなって思うんですけど、やっぱりね、この佐藤真弘さんに近いというか、やっぱ書くのがね、なんか落ち着くというか、なんか分かってはいるけど改めて書くことで、僕の場合はなんか、あ、今月もちゃんとこれだけ仕事があるんやみたいな実感をなんか沸かせるというか、自分自身に。やっぱね、データで見るとなんかもうそこにそう書いてあるだけなので、ですけど、やっぱ自分でそれを見ながら書くことで、一個一個の仕事が、あ、これあるな、これあるな、今週もこれあるんだっていうのをね実感していって、なんか気持ちを高めていますね。はい、なので僕は手帳持ち歩いてはないですけど書く派です。ありがとうございます。では続きまして、ラジオネームシューマイさんからいただきました。ありがとうございます。僕は餃子派ですね。シューマイが餃子で言うとね。はい、千秋くんこんにちは。こんにちは。木曜の夜は千秋くんのラジオが聴けるととても楽しみにしており、毎回千秋くんの声に癒されます。いつも癒しの時間をありがとうございます。こちらこそありがとうございます。そこで千秋くんに質問です。何でしょう。以前の放送で美容師さんのお話をしていらっしゃいましたが、髪型や髪色など普段はどのように美容師さんにお願いしているのでしょうか。また千秋くんは黒髪のイメージですが、髪型髪色にこだわりなどございますか。よろしければ教えてください。ありがとうございます。そうですね、美容師の方ね、前回変わったという話をしましたけれども、それからまだちょっとまた行ってはないんですけど、どこですかね、ちょっと怖さ半分楽しみ半分みたいな怖さありますよ。やっぱまたパツパツにされるんじゃないかっていう怖さありますけど、でもね、僕癖っ気なんですよ、すごい。でもうマッシュというか前髪になるのも、これもうこうなっちゃうんですね。逆にワックスとかつけても、この癖っ気だから、その髪もペターって落ちてきて、結果家にいる間はいいですけど、外に出たら風とか汗とかでもうペタッとこうなっちゃうから、これは癖っ気なので、基本的にもうこの髪型で生きていくしかないと僕は自分に言い聞かせているんですから、それかもう逆に強いパーマ当てちゃうとかね、とかならあるかもしれないんですけど、なのであんまりこだわりとかはないですね。切り方も本当にその襟足をこんぐらい何ミリで買ってくださいとか、もみあげはツーブロにしないでくださいとか、前髪は切りすぎず眉毛にかかるぐらいとかでお願いしますみたいな、ほんとざっくりとそんな感じですね。切り方とか特にこういう風にとかこういうアレンジしたいですっていうのはしてもらわなくて、なのでそういうイベントとか撮影とかある時に、メイクさんにももういい感じでっていうので毎回お願いしてますね。だから結構ね、僕の髪型はその撮影して映る時はいろんな感じになってる可能性が高い気がしますね。髪色でもね、いつかやっぱり僕染めるならもう派手な色がいいっていうのはずっと言ってるんですよね。水色とか、ブルーか白とかね。やっぱ東京グールの金木健にね憧れてた時期ありましたから、それ放送されてた時も普通に僕まだ20歳とかもうそんぐらいでしたけど、やっぱ指の第二関節パキパキしてましたもんね。威嚇してましたね、あの頃は。ありがとうございます。じゃあ続きまして、ラジオネームチロンパチョロマリターンさんからいただきました。ありがとうございます。はじめまして、初メールです。ありがとうございます。梅原さんと西山さんがパーソナリティを務めるラジオにて千秋さんのお話が出ていました。千秋さんが MC を担当された10月の、某番組で、梅原さんとご一緒されたのを振り返って、小林くんがめちゃめちゃ、面白い人で収録が楽しかったラフに話を振ってくれて、小林くん多分俺のことを好きだなと、言っていました。その後別の番組で、仕事の相談や LINE 交換もされたそうですね。攻略が難しそうな梅原さんさえも落とす千秋さんの後輩好きでさすがです。どういうメールそうなんだ。その梅原さんと西山さんがやられているラジオで、僕の話をしていただいたと。嬉しいですね。でもこういうなんか先輩の方に僕のお名前出していただいて褒めてくださってるのは、俺のこと好きだなっていうのはなんかね不思議なあれですけど、言葉ですけどいや好きですよ僕は梅原さんね。攻略難しくないんじゃないですか。なんか僕がね何を言うねんって話ですけど、でもそんぐらいなんかそのフラットに話すとすごい梅原さん話しやすい方ですし、優しいし、相談もすごい親身に乗ってくれるし、すごい包容力ある方だなと思いますね。結構僕も最近は仲良くさせていただいてますけど、でも嬉しいですねこういう話をして。いや僕も梅原さんのことは好きですけど、いや梅原さんもひょっとしたら僕のこと好きなんじゃないですかねでちょっと言っておきますか一応ね。ありがとうございます。続きまして、椅子を変えたら座り心地結構いいかもさんからいただきました。ありがとうございます。小林さんこんばんは。こんばんは。初回から楽しくしっとりと拝聴させていただいております。しっとりと、ありがとうございます。しっとりと読みますか。祖母や母がよく言ってることなのですが、良いことがあった後は悪いことがある、またはその逆みたいな話を聞いたことはありますか。刷り込まれるように何度も言われているので、良い事柄があった時はハッピーな気分ながらも後々悪いことがあるのではと、ビビってしまいます。小林さんはそういうの信じたりどう思われますか。お尋ねしてみたいですという、ラジオネーム椅子を変えたら座り心地結構いいかもさんから、いただきました。そうですね、全然内容が入ってこないですね。いいことがあった後は悪いことがあるみたいな話を聞いたことがある。そういう話聞いたことあるっちゃあるけど、そんなに聞きなじみはそんなにないかもしれないですね。でもこの方は座り心地結構いいかもさんは、何回もそれを言われていると、お母様や、おばあちゃまから。ビビってしまう。まあでも僕はあんまり信じないかもしれないですね、そういう悪い意味のジンクス。僕毎年その年末年始、まあ新年ですかねになったら同じ神社に行く、地元の神社に行くっていうのはしてて、結構でもそこでなんかお参りしてなんか事務所合格したりとか、なんか主役やる時もそこで合格してっていうのはね、まあ1年に1回しかお参りしてないのでそんなに何回もしてるわけではないんですけど、でもそこでお参りしているからこそなんか今の自分があるかなっていうのも思ったりもするので、なかなかね宗派替えとは言わないですけど他の神社とかにお参りするのはちょっとね気が引けて、そこだけにしてるっていうのはあるかもしれないですけど、でもねなんかそうこういうなんかいいことがあったあとは悪いことがあるとか、まあ黒猫がね自分の前を横切ったら不吉が起きるとかね、なんかそういうのはあんまり信じてないですね。占いとかでも僕が12位だとしてもいや知らんがなって思いますし、全国に双子座どんだけいると思うてんねんとかね思いますし、血液型だと僕血液型自分の知らないから何に当てはまってるか分かんないしとかそれはもう全然関係ないですけど、まあとかね、なんかあんまりやっぱ自分は自分ですから、関係ないですよ。もう先駆者が何を言われようがどんな言葉があろうが関係ないです。はい、なので、椅子を変えたら座り心地結構いいかもさん大丈夫、椅子変えたら座り心地結構いいかも、なんか改めて読むと面白いですねそこに引っかかっちゃった。まあでもそうです、関係ないのでキルアの精神で言ってください。ハンター×ハンターのキルアね、イルミゾディアックからゾルディックから洗脳を受けてたんですけど、それをね解き放って自分の言葉を信じるっていうねぐらいの気持ちで言ってください。ありがとうございます。全部富樫先生の言葉で救われると思うのでハンター×ハンター読んでください。ありがとうございます。続きまして、モナナさんからいただきました。ありがとうございます。千秋くんこんばんは。こんばんは。ラジオでは毎回カフェインのお話をされてるのではないかなと思う千秋くんに私の悩みを解決してほしいです。コーヒーを飲むときは基本アイスコーヒーなのですが、やっぱり冬になると寒くてホットコーヒーを飲みたくなります。しかし私は10度の猫舌で、これぬるま湯と聞かれてしまいそうなほど冷まさないと温かい飲み物が飲めません。もはやそれ温かくないもんね千秋くんだったらこんな場合どうしますか。また千秋くんは猫舌ですか。難しい質問でごめんなさい。これからもずっと応援しています。ありがとうございます。猫舌か。でも猫舌ってなんか一説ですけど、なんかみんな別に猫舌とかはなく、その舌の使い方とかが下手なだけっていうのはね聞いたことはありますけどね。まあシンプルにね痛みに敏感な方とかはいるかもしれないですけど、まあなので、まあ、そういうのもありますけど、僕は、猫舌ではないんじゃないですかね。普通にホットコーヒー別にすぐ入れて飲めますし、まあでもいいんじゃないですかアイスコーヒーってずっとでね、そのぬるま湯ででもそれが美味しいんですかねモナナさんはね。その冷まさないと飲めないっていうのはあるけど、このぬるま湯と聞かれてしまいそうなぐらいの温度で美味しいと感じるんだったら、別にねホットコーヒー飲みたくなったらそのぐらい冷まして、まあ、氷とか入れるとかねしていいと思いますけど、もう私はあったかいものが食べたいんやって思ったら、まあ猫舌改善していくしかないですね。もう猫舌改善特訓ですねこれは。もう徐々にあったかいものを口の中になじませていくという練習、まずはそうですね40度ぐらいから始めて、最終的には100度いってもいやあ全然いけるわみたいな感じになったら、もうそれも素晴らしい舌王になれますね。舌王になれます。続きましてラジオネームりっかさんからいただきました。ありがとうございます。千秋くんスタッフの皆さんこんばんは。こんばんは。毎週癒しの時間をありがとうございます。私は最近カラオケで英語の曲が歌えたらかっこいいなと思うので、YOASOBIの英語版の群青を覚えようとしています。はあ友人に英語の曲を歌える人ってかっこよくないと聞いても別にそんなかなと言われてしまい分かってもらえませんが、次カラオケに行くまでには歌えるように頑張ります。千秋くんは英語の曲を歌えますか？ああ、友人結構いいですね。フラットですね。そうですか。英語の曲、まあ英語の曲じゃ英語の曲、まあ、歌えるっちゃ歌えますけど、まあでも別にね、そんななんかなんだろう、意識して英語だから歌うとかそういうのはないかもしれないですね。好きだから何回も聞いて、まあ、耳コピじゃないですけど、であとはカラオケだったらそのまあ字幕というかなんとなくあるじゃないですか、そのね出るから、まあそこで歌えるってだけで別にね僕も英語話せるわけじゃないですし、なんかそこはなんか何回も聞いてれば歌えるようになる気はしますけど、なんですかね、まあでも歌える人かっこいいと思いますよ僕は。僕は思いますね。やっぱり日本語だけもういいですけど、英語の曲、まあでもね逆にその英語の曲ばっかり歌ってるとね鼻につくっていうのはあると思うので、まあほどほどにね。まあでもYOASOBIさんとかはね、まあ全然いいと思いますけど、行ったらもうクイーンとかね、なんかオアシスしか歌わないとかね、まあ おじさん受けはいいかもしれないですけどこいつちょっと癖強えな、ちょっとカラオケこいつと行くのやめようみたいに思われるかもしれないんで、まあでも僕は英語を歌える人はかっこいいと思います。はい、以上ですかね。まあ6通7通ぐらいは読めたんですけど、またねこの普通歌たまったら、定期的にねやっていこうかなと思うので、皆さんコーナーだけでなく、普通歌の方もどしどし送っていただければなと思います。というわけで紹介はここまでです。皆さんたくさんのメールありがとうございました。お送りしてきました小林千秋のブルーモノローグ、そろそろエンディングです。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。宛先はblue@joqr.net です。僕へのメッセージや質問、番組の感想のほか各コーナーへの投稿、そしてマンスリーテーマではあなたとポケモンというテーマでメールを募集中です。ダイパリメイクね発売されましたね。僕全然やってないですけど番組のホームページでも紹介していますのでぜひチェックしてください。この番組のリピート放送は毎週金曜日の朝9時からです。さらに YouTube の文化放送 A&G チャンネルではアーカイブを配信しています。放送後の翌週月曜日の19時に配信されますので、リピートとアーカイブで何度でも楽しんじゃってください。そして番組の公式 Twitter もございます。ぜひフォローお願いします。番組ハッシュタグはカタカナでブルログです。ツイートするときはねこちらをつけてつぶやいていただけると嬉しいです。では最後に軽く僕からのお知らせです。12月12日日曜日に愛知県パティオ知立で開催される声優朗読劇「フォアレーゼン」に出演させていただきます。これ放送これされてる時がまあ12月9日というわけで、もう3日後に迫っているはずです。まあ、なので僕もねほんと結構朗読劇やられてる声優多いですけど、僕結構スケジュールとかいろんなタイミングで出れてなくて、ほんと久しぶりの朗読劇なので僕自身すごい楽しみにしていますね。なのでぜひちょっと愛知県なんですけど、まあ来れる方は無理せず、来ていただいて、もう地元の方でねすぐ行けるよって方はぜひぜひ、お越しいただければなと思います。ほんとしあさってなのでね、多分その頃は僕も緊張してるのかもしれないですね。ぜひお楽しみという感じです。では最後は今夜の挨拶でお別れしたいと思います。ラジオネームバーナナさんからいただきました。ありがとうございます。それではまた来週お会いしましょう。小林千秋でした。千秋のラジオを終わらせる攻撃、リスナーは目の前が真っ暗になった。